京洋臨海鉄道株式会社の蘇我事業所、蘇我駅西口付近にある。臨海鉄道は日本において旧日本国有鉄道と連携して貨物輸送を行うために設立された主に臨海部に路線を持つ地方鉄道。臨海鉄道は貨物輸送を目的とした設立経緯から貨物専業あるいは貨物中心の営業を行っている会社が多く、 全て国鉄の貨物輸送部門を継承した日本貨物鉄道が筆頭株主である。JR 貨物以外には地方自治体や周辺企業が出資している。そのため、いわゆる第三セクターとも言うことができる。日本国有鉄道法施行令第1条に挙げられた国鉄の事業内容の一つとして大規模な臨海工業地域における運送を行う。 地方鉄道であって、日本国有鉄道の鉄道事業と直通運輸を行う事業と定められており、これが臨海鉄道にあたる。このことから臨海鉄道は当初より国鉄の貨物輸送の一部を担うものとして設立されたといえる。各臨海鉄道路線が国鉄線として付設されなかったのは国鉄線として建設するための煩雑な手続きを避け、 第三セクター鉄道として建設した方が特策で、あるとの判断による。各臨海鉄道は、数量十数量のディーゼル機関車を保有しているものの、貨車は、鹿島臨海鉄道が2両、名古屋臨海鉄道が1両を保有しているのみである。実際には、JR 貨物の輸送の一端を担う性格から、ほとんどの場合、 臨海鉄道保有の貨車の他に JR 貨物が保有する貨車がそのまま乗り入れて貨物輸送を行っている。各臨海鉄道の列車も自社線内で完結するものは少なく、ほとんどの列車は JR 貨物との直通運転である。なお、鹿島臨海鉄道や水島臨海鉄道のように貨物輸送を中心としながら旅客輸送を行う臨海鉄道もある。路線の大半が 東海伊東に集中しており、西日本の路線は、水島臨海鉄道のみである。以下、旧国鉄により出資が行われた年月日順に記す。上述の鉄道会社のうち、鹿島臨海鉄道及び、水島臨海鉄道は、旅客輸送も行う、臨海鉄道。下記事業者は、事業者名に、臨海を含み、名古屋臨海高速鉄道では、 貨物列車の運行が行われているものの、日本国有鉄道法や政令等に基づく、国鉄からの出資により設立された地方鉄道ではないため、臨海鉄道には分類されない。ありがとうございます。